日替わり流行情報流行りだね。水曜日は輝き人、今輝いている人を徹底調査します。今朝は歌手のユイさんです。先週発売されたアルバムが1週間で55万枚を突破。すごい。最新のオリコンアルバムチャートで1位に輝いています。今渋谷の街もユイさん一色になってるんですよ。女の子にも人気ある。そうなんですよね。同性に好かれる。そう、若い女性に絶大な人気のユイさん、現在21歳。その彼女が17歳で福岡から上京した時の秘話、アルバイト先の意外な素顔を紹介。ユイさんは高校を1年で中退し、本格的に音楽の道を目指しました。その等身大の歌詞が共感を呼んでいます。ユイさんの歌い方にはある特徴があります。それはあぐらをかいて歌うこと。以前 Zoom の取材でその理由を教えてくれました。お家でよく弾いて練習してたんですけれども、その布団の上であぐらをかいて、なんか小さな音で弾いてみたいな。これは福岡市の天神駅の路上でライブをしていた時の映像。歌手ユイさんの原点です。そのユイさんが17歳まで住んでいたのが福岡市の隣にある新宮町。この町で育ったユイさんが高校時代に初めてのアルバイトをしたのがこちらの中華料理屋さん。一緒に働いていた店長さんとパートの方に当時のユイさんについて聞きました。ためきありましたよ、結構いつもニコニコニコしてましたよ。パートさんに対してもね、何何さんって感じで、本当に可愛らしい、可愛らしい。さらに当時の先輩からはユイさんの意外な好物が明らかに。毎日酢豚食べてました。毎日食べたんですか。もう食べてました。はい、酢豚飽きないのって言っても酢豚って言ってと、ご飯ですね、大盛り食べてました。ちっちゃくて細いんですけど、ご飯大盛りでした。仕事に対する責任感っていうのがもうすごく強くてですね、すごく丁寧な感じでお辞儀も綺麗にしたりとかですね、もうお客さんからも接客がいいって言って人気でしたね。このアルバイトを経験した後17歳で上京。その気持ちを歌にしました。しかし東京に持ってきたものはギター以外にもあったんです。やっぱり亀と金魚を連れてきましたね。ずっと飼っている亀と金魚だったんですけど、もう私は全然あまり何も考えずに普通に連れていくもんだと思っていたので、その上京する何ヶ月も前からどうやって連れていこうっていうことをすごい必死にその考え出して、まあ、スタッフの方には未だに笑われたりとかするんですけど。というユイさんなんですけどね。どうやって連れてきたの？飛行機乗っけていいんですかね？いいんですかね。でも今3匹ちゃんと名前をつけていて、伸びたスネ夫ジャイアンっていう名前をつけていて、ドラえもんが好きなんだ。そうね、可愛らしいユイさんでしたけど、でも素顔は本当に礼儀正しい、お店でも評判の女性だったということですよ。効果ってのはこうなんか特にまあ歌手の方中心にね、これ芸術的な人が本当に、井上陽水さん、武田鉄矢さんね、チェッカーズガンガン出てきますね。だから今ね、天神駅はまたストリートミュージシャンの聖地のようになっているということですよ。輝き人でした。続いてズームインライブです。